皆さん、こんにちは。今回は、なんかあれ、俺の所属してるギルド8位になったんだ。すごいね。今回は SOIF が差しゅうしないっていう話をしていこうかと思うんですけど、SAO の公式生放送をやる、その SAO ゲーム公式チャンネルっつうのがありまして、SAO ゲーム公式チャンネルビーターズカフェっちゅうチャンネルがあるんですよ。で、それでウィークエンド IF っていうのを毎月、SOIF のね、公式生配信してるんですよ。生放送というか、YouTube でね、生配信してるんですけど、それでいつもね、最新情報とか出るんですよ。で、そこでですね、運営がね、詐取しないっていうのをね、はっきり言ったんで、こういう動画をね、なんていうの、いつか作りたいと思ってたんですよ。そのうち作ろうかと思ってて、ちょっと、他にいろいろね、やりたい動画とかあったんで、できなかったんですよ。ちょっとね、まだソロカオス片っ端から倒していくみたいな動画とかもちょっと途中で、撮りためた動画も大量にあって、ちょっと早く消化しないとなって思いながら、でも、なんか、伸びないから、ちょっとその話は置いといて、これですね、最初、公式生放送、ウィークエンド IF71 回ですね。これの、最初の、最初から1時間ぐらい経ったあたりかな、片手再建マザロザが出た頃に、俺、これ、なんだこれ、詐取しないんだよね、怖いんだけど、みたいなのをね、ちょっとね、チャットで打ったら、運営の回答がですね、あ、大丈夫です。詐取する気とかないんで、これでもうやっていけると思っていますっていうのが返ってきたんですよ。もうはっきり言いました。詐取する気とかないんでってはっきり言ったんですよ。で、この前、13日前になってるのかな？この動画撮ってるのが11月20日で。で、この前もね、ちょっとね、こんなにね、無料オーダーとお配りして、無料オーダーとかね、してるんで、しかもこれだけもらえるのに、この前詐取しないって言ってたしって言ったら、タケチピーがなんか詐取ムーブとか思われてる方がいるんですけど、いやー、逆にできねえっしょって。7周年あるとか言ってて、これで終わりますとか、なかなかないっていう話で、まあそこは安心してくださいって言ってたんで、もう完全に詐取しないってはっきり言ってるんですよね。このままやってるき、いけると、このまま続けていけるっていうのをはっきり言ってるんで、なんで、まあ、このゲーム、そのこれから、課金する人とか、なんか、課金して詐取したら、みたいな思う人とかも、まあ、いると思うんですけど、まあ、そういう人は、本当に気にしないで、課金したいなって思ったら課金していいし、で、なんかその無課金でやる人もね、無課金とか微課金でやる人も、せっかく頑張ったのにゲームなくなっちゃうんじゃ意味ないじゃんって思う人もね、いると思うんですけど、もうはっきり、運営公式の、開発陣ね、仲良し3人組が、このね、表向きはね、仲良しなね、さ、おね、表向きの設定は仲良しの3人組が、そう言ってたんで、まあ安心していいんじゃないかなと思います。ほんと詐取するかもと思ってね、手出さない人もね、ちょっとね、まあ、ストーリーとかね、やってみるといいんじゃないかなって、これから始めようって思ってる方はね、いいんじゃないかなって思います。まあ、よくね、その SOIF って、まあ、検索すると候補に SOIF 詐取とか、SAO ゲーム詐取とか、なんかそういう、何、候補がいっぱい出てくるんですけど、まあ、これに関してはね、まあ、詐取しないっていうことで、まあ、ツイッターでもちょこっとね、触れてはいたんですけど、まあ、ちょこっと言ったくらいじゃね、みんな見ないだろうと思って、やっぱこうやって動画にしておくことで、なんていうの、見てもらえるというか、見てもらえる人が増えるのかなと、なんか動画にして、まあ、残しておくっていうのが、まあ、大事なことなのかなと思いました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。